表彰状、長友佑都殿。あなたは2010 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会に日本代表として出場し、決勝トーナメント進出に貢献されました。県民に夢と感動を与え、愛媛の名を全国に高めたその快挙は県民の誇りであります。よってここに愛媛県文化スポーツ賞を贈り、その功績を称えます。そしたら幹事長お願いします。長藤さん、すみません、はい、お話しいただきます、はい、愛媛県の文化スポーツ賞ということで受賞されましたけれども、はい、今率直にどうかお気持ですか？そうですね、素直に、はい、嬉しいです、はい、ワールドカップで、実際にその世界と対戦して得られた自信っていうのは、はい、改めて振り返ってみるとどんなことですか？そうですね、今まで小さいとか、小学校時代からサッカー始めて、自分の走力だったり運動量だったりはある程度通用するなと、はい、思いました。ただまだまだもっとレベルアップする必要があって、これからもっともっと世界の、本当に世界一のサイドバックになるためには本当にいろんなことを伸ばしていかなきゃいけないなと思います。実際こう愛媛で育ってですね、その愛媛で培ったことがワールドカップでこう力を出せた、ね、はい、そういう部分のところでどういうことがありましたか？そうですね、しっかり小さい時から走らされたんでそれが僕のベースになってますし、走った後にみかんジュースを、はい、飲むとやっぱり体ができてきました実際そのイタリアという地域を選ばれて、これから、はい、まあ、すぐ変わるわけですけれども、はい、改めてそのイタリアを選んだ理由っていうのをお願いできますか？そうですね、でも小さい頃からの夢のリーグだったので、はい、まあ、イタリアには本当に行きたいなと思ってましたけど、まあ、やっぱり江藤だったりスナイデルだったり一緒のリーグにいるんで、そういう選手と勝負できるっていうことで、はい、選びました。実際向こうでどんなことを今度は吸収したいと思う？そうですね、サッカーの面はもちろんですけど、やっぱりメンタルの部分が、はい、一番大事だと思ってるんで、どれだけ自分に勝てるか、自分との勝負だと思ってるんで、はい、そういうところをやっぱり伸ばしていきたいというか、はい、強くしていきたいと思います。チェフェーラ、はい、非常にいい選択だと思うんですが、はい、あえてそのビッグクラブからもオファーがあったと思うんですけども、はい、その中でチェフェーラを選んだ一番の理由ですか？そうですね、ワールドカップ前から監督さんがすごい僕を欲してくれた、はい、強化してくれたということは一番の要因です、はい、あとはやっぱりイタリアで本当に、強いチームと勝負できる、そういう環境がいいなと思ったので、はい、選びました。もう愛媛にもう皆さんファンになっていると思うんですけれども、その愛媛のファンの皆さんに、はい、一言ぜひお願いしたいんですが、
応援ありがとうございました。本当にあの皆さんの応援が僕のパワーになりましたし、それが最後まで走り切れた要因だと思っています。これからも本当にもっともっと努力して、まあ、成長したいと思っているので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。